起訴状によりますと、木名正吾被告は2014年に、当時20歳の女性の車に売接目的で乗り込み殺害した殺人や強制売接室長などの罪に問われています。3回目の後半には、当時の解剖医が出廷しました。死因について複数の臓器などを調べた結果、生前に 川の水を飲み込んで亡くなった可能性が高かったことなどから溺死、もしくは窒息死の可能性があると証言、また遺体が発見された川が大人が溺れるような深さではないことなどから第三者が顔を沈めて殺した他殺の可能性を主張しました。明日は法医学者などが証人としして出庭します。判決は 来月18日に言い渡される予定です。